おはようございます。速課塾の久保でございます。まあ皆様はね、投資家ではないと思うんですよ。投資家っていうのは、投資によってですね、自分の資産を作っていく人のことなんですけども、多くの方は余剰資金として投資をやってると思うんですよね。いわゆる副業とか、それからチャレンジとしてです。勉強としてです。でもですね、このチャレンジであり副業、そうなんですよ。投資が専門家でもないのに 投資に一番お金を傾けてしまう投資素人の方がいるんですよねうん、投資素人って言ってねちょっとねあのー、ひどい言い方になるかもしれませんけども実際に投資のプロっていうのは投資に資金の全部を傾けたりしないんですよで投資でうまくいかない人要するに投資の素人さんっていうのは投資に 大きな金額いっちゃうんですよねそしてそれがうまくいかなかったときに絶望してしまうわけなんですよさあ最近もですねあの破綻した投資案件っていうのはいくつかありますまあ噂に聞く暗号通貨の何々ってやつなんですけどねでこれは破綻とは言えないんですけどもずっと前から私も話していたののガクトコインとかねあのそれからノアコインとかありますよねスピンドルとかノアコインとかあの辺も結局上場したら上がるよって言われてたと思うんですけども、まあ、上場して下がっていまだに上がる見込みがないと うん、で公式から大した連絡がなくってもうそのままねズルズルといってしまうという風なねあのコインホルダーが諦めるの待ってるんじゃないかって悪意まで働くんですけども皆さん、そういう時いかがでしょうかねいつか上がるぞいつか上がるぞと焦るのではなくてうんそうではなくてですねこういうういい時時にに投資がうまくくかなくなった時に まあ、リスクエッジをしていない自分に気づくことって大事だと思うんですよ、そしてリスクエッジをしていない自分に気づいたらリスクエッジをその時から始めるんですよね、でえー、と私が、ね、いろいろとお話をすると、安心しましたとかねそういうふうに考えればいいんですねっていう声がありますけども安心するだけじゃだめなんですよ、危機感を覚えないとね、そうだ、確かに自分はリスクエッジしてなかったな。 確かに自分はポートフォリオを組んでなかったなと思ったらすぐに行動することなんですよ、すぐに活動することです、一生懸命何かをやれば不安はどんどん消えて希望に変わっていくんですよね、何もしてない人、待つだけの人、情報ないかって探す人が狼狽して、そしてどん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 ね、もっと危ない橋を渡るように、ギャンブルのような博打に突っ切っていくんですよね、取り戻すためにこれをやらないといけないとかね。 どうしましょうとか言ったらね、中には精神を病んでしまう人もいるわけですよ、やっぱりね、リスクエッジをしてない自分とポートフォリオを組んでない自分に、その金融の甘さにね、投資の甘さに気づいて、そしてその自分の投資の技術がないのに、全く投資のレベルが低いのに、投資に全資金を振り向けてしまったというね、やっぱり自分の愚かさを投げる分、チャンスなんですよ、愚かさを投げんだら、やっぱりね、そうならないように。 今度はポートフリオを組んでリスゲージをすることだと思いますさあ皆さんはねどのように投資を捉えているでしょうか最近飛んだ暗号通貨関係本当にね私はね笑っちゃうんですけどもね、うん、まあちょっとねこれだとは言えないんですけども最初から飛ぶよと言っていて引き伸ばされて引き伸ばされて、うん、ついに飛んだみたいなのがあるんですけども、うん、気の毒というかね 自己肯定感のなせる技というんですが明らかに飛んだのにいやこれは復活する前兆なんだっていう方もいらっしゃってね、うん、まあそう思えれば幸せなのかなと思いますけども損切りっていう概念がねこの投資家さんにはないんですよね投資家ではないってことなんですよそれでは本日は以上です